はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今回は、佐川急便セールス、セールスドライバー、正社員、4年目、25歳の方の給与明細です。仕事内容は、個人宅、企業への配達集会、集荷や営業、仕事に必要な資格やスキルは、運転免許証、月の勤務時間が170から180で、 残業が60から70時間収入は月収25万前後で年収400万ボーナスは年2回で50前後不満としては残業しないで帰れる日がないやりがいはお客さんに感謝の気持ちを伝えてもらった時となっています、えー、給与明細です総支給が34万9488円そこから控除が9万6431円引かれて 手取りが万円となっていますえー、今回は佐川急便の25歳ののの歳ドライバーの方の給与明細でしたやっぱり勤務時間が、えー、異常に長いだけあって多分25歳の同年代に比べたら10万以上いい給料をもらえてるんですけどやっぱり手取りでいくと25万とまあ悪くはないんですけど勤務時間に比べたらなっていうふうに思うような給与明細でした。 今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。